ございます。投げつけられたような割れ方っていうか、ひび入ったあの状態、なんかぶつかったのかね、鳥とかが。もしかして分からない。すごいな、でもあんな状態で下手にミラー折りたたんで、その振動で崩れ落ちたら嫌だよなって。およそ 300m 先、斜め左方向です。100均でまた買ってこよう。あ、ちょっと、あ、そうか、歩行者専用だよ。うん、だ大丈夫だよね。大丈夫。斜め左方向で。ダイヤ目がしてくれなかった。気づかなかった。通るの？いや、分かった。いや、ダメだよ。うん、ここ通っちゃダメ。ピグモンみたいな動きやめて。止まれ。ここで通るよ、どうせ止まんだから。って思うんだが。ピグモンみたいな動きしても、止まんないよね。来てるね、ここ事故あったんだ、まあ、ありそう。左から歩行者来てます、どうかな、栄光うちはスーパーが、芝芝よし、ここまでくればいいや。ちょっと落ち着いてきたから、パン食べようかな。どこにあるのか分かんないんだけど、このマンションにある。ゴミじゃないのこれ。これ？これかな。これゴミじゃないの？これゴミだね。あるある。ここ？あとゴミかな。あとこれコロコロじゃん。これゴミだよ。これ。これやって。
としんどかった。あんなペースだもん。あれはちょっとしんどい。あーやべ、苦コーヒーだった。おのれ、おのれ TK の。あれはちょっとしんどい。ちょっと声が取れないんだろ、これ。あなたの椅子がちょっと邪魔で、これ以上手届かん。椅子が、はい、椅子が後ろすぎる。寒すぎてなんか味噌汁で全て終わらせてた。あ、ダメだこれ、水分めっちゃ持ってかれるよね。けど、あー、ありがとう。ちょっと行き帰った。ポンちゃん、闘技終わってからにしようね。の方がいいよね。置け、置いとく。あ、置け、いや、まあいいや。置けるんだったら、危ないんだったら私が置くから行って、はい、黒糖パンでも持ってよ。特殊なものです。
特殊すぎてね、バズるから危ないよあれ。